皆さんこんにちは、アリカです。今日は、バージニアビーチに来ています。本当は今日も天気が悪いはずで暖かくないはずだったんですけども、すっごいね、暑いです。25度以上くらいあります。今日はお友達とのんびりこうビーチに行ったりランチしたりっていう日なんですけども、そんな私たちの一日をご覧ください。それでは Let's start! Yeah, actually it's burger. It's not the wine. まずは牡蠣料理がメインのレストラン The Atlantic に行きました。次の日から旅行を控えていて、生の牡蠣を食べることは少し不安だったので、調理された牡蠣を頼みました。友達がすごい話してるにもかかわらず、私は口数少なく黙々と食べています。それくらい美味しかったです。 I like mushroom one. I like all the mushroom one. 続いてはロブスターロール。このロブスターロールもとってもフレッシュでした。1回目にオーダーした牡蠣がとても美味しくて秒でなくなってしまったので、2回目をオーダーしました。1回目は約16個くらい、2回目は20個以上頼みました。ちなみに私はロブスターロール、友達はハンバーガーをすでに食べた後にこの2皿目を食べています。牡蠣の調理方法なんですけど、1つ目がチーズとほうれん草、2つ目がマッシュルーム、3つ目がメキシカン風、4つ目がガーリックバター、5つ目がレモンバター、計5種類頼みました。私のお気に入りはマッシュルーム、私マッシュルーム大好きなんですよね。で、友達のお気に入りはチーズとほうれん草のものでした。全部美味しかったです。ロブスターロールについていたフライドポテトが食べきれなかったので、テイクアウトしてネプチューンズパークに行きました。今これは海でくつろぐために使うクッションに空気を入れているところですね。全速力でお腹いっぱいのように走ってます。She's playing the sand. That's okay. Yeah. She doesn't care about us. Yay! さっきのね、オイスターバー、シーフードレストランに行って、ちょっと明日から DC に旅行に行くんで、お腹壊したら怖いねってことで、火を通した牡蠣をたくさん食べて、ロブスターロールも食べて、もうお腹いっぱいで、こんな気持ちいい天気で眠いです。寝ちゃいそうなんだけど、ここはアメリカで危険だから寝ません。レンタルバイクを借りてバイクに乗っています。なんかすごいでかいのしかなくて、
この可愛い2人の女性しかいないのに、こんな4人大人4人で漕ぐチャリに乗ってます。砂のところがめちゃきれい作ってる。このようにあの助走から助走をつけて走らないと乗り越えられないので叫びながら頑張ってます。もうめっちゃ楽しい。No! I don't wanna pass through the sand, but you have to. Okay, we need to run fast. That's why we can cross the sand.We can do this! Move, move, move. Move. Whoa! Oh yeah. Good. Got it. Exercise plan. Yeah, it's like Santa Monica. Yes, yes. Stuck. Okay. What's this? Yeah. Yeah, bear. What about this? Bus. Yes, bus. What's that? Bus. What's this one? Yeah. Woo! Good job. 最後までご視聴ありがとうございます。 Thank you for watching and see you guys in the next video. Bye.